はい、ローローチューブです。こんばんは。こんばんは。今日は、お客様のカスタム車のご紹介です。じゃあこちら、ちょっと久保さん映してください。はい。はい、これ、まあ、前回に続きですね、またもやブラックエディションのカスタム車のご紹介ですね。はい。本当に前も言いましたけど、今回のブラックエディションをご予約いただいているお客様、本当に結構ね、カスタムを込みで注文いただいている方が多いので、順番にご紹介させてもらいます。じゃあこちら今回はですね、ご覧の通りドルよけを取ったバージョンですね。はい。ベースは S6L なんですけども、まあ、ドルよけを外して E バージョン化させていただいて、でなおかつですね、ホイールですね、はい、ホイールを変えさせてもらいました。でベースはこのロケットレッドですね。標準のレギュラーモデルのカラーはハウスレッド、ハウスレッドですね。はい、はい、でブラックエディションの赤に関してはレッドに関してはロケットレッドっていうこのカラーですね。ちょっとね、今ハウスレッド比較がないんであれなんですけど、 あるわ。試乗車ですね。試乗車でありそうですね、はいはい、これがレギュラーカラーのハウスレッドですね。ちょっと濃いめの赤っていうのかな、はい、ちょっと濃いめです。でブラックエディションに関してはこちらロケットレッドですね。まあこっちの方がちょっと明るい、まあ、ロケットってちょっと、ね、はい、ロケットレッドってちょっと意味がよく分からないですけど、ちょっとこう攻めた赤ですよね、はい、構造、まあ、レーシーな感じですね。こう2台並べてみると、まあ、全然違いますね。ちょっとなんか朱色に見えますね、明るい方が。2019年かな、はい、2019年ぐらいの最後のレッドがまあこれにしか、まあ、ちょっとまだ違いますけどね、はい、雰囲気が、はい、これがブラックディションのレッドのロケットレッドになります。はい、これもね、もう実はもう在庫としては、京都店の方はロケットレッド完売してまして、もうちょっと販売分はないです。ちょっとすいません。はい、まあ、これをベースに今回カスタムさせていただきました。まあ、こんな感じでお客様の、ね、カスタム車をご案内、動画で紹介させていただいてますので、よろしければチャンネル登録と参考になったよとかかっこいいなと思ったらこのいいねボタン押してもらうと嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、じゃあちょっとパーツ見ていきましょうか。はい、じゃあ E バージョン化してまして、E バージョン化してますので、こちらのパーツですね、これケーブルフェンダーディスクっていうパーツになります。これはブロンプトン純正の黒色のパーツですね。この黒も、今ないです。ブラックエディションをご予約いたタイミングで取り置きしてたパーツですね、はい、で、以前動画でご紹介させていただいたやつも何点か E バージョンのブロンプトンあるんですけども、まあ、そこにですねコメントでお問い合わせで、まあ、これ付けられないブロンプトン乗ってるんだけど E バージョン化できますかっていうお問い合わせがあったんですけども、できます。 E バージョン化っていうのはこのドルよけを取ったモデルを E バージョンっていうんですけども、こいつの役目としてはですね、このハンドルを切った時にこのフロントのブレーキケーブルですねが直接こうタイヤに当たらないようにするパーツなんですよ。で、まあ、E バージョン化ドルよけを取るっていうのはこいつが付けれなくてもできるのはできます。ただしハンドルを切る際にですね、このケーブルがタイヤにまあ、ほぼ当たっちゃうんじゃないですかね、ハンドル切ったときに当たっちゃうので、はい、そこだけ了承できれば可能ですね。で当たるとどうなるかというと、このアウターがやっぱりねタイヤと当たってこれすり減っちゃうので、あとタイヤ側も多分ね変な減り方してくると思います。そこだけ要注意ですね、はい、でまあ一番危ないのは、まあ、そうそうないと思うんですよね。結構これぶっとい樹脂のパーツなので、まあ、タイヤですり減っちゃってブレーキが急に効かなくなるとか、ブレーキが切れて効かなくなるとかあるかもしれないので、まあ、消耗が見られたら、まあ、すぐ交換していただくのが一番ベストですね。でそれまあこれなくても E バージョン化はできるんですけど、ちょっとケーブルだけ要注意でお願いします。はいですね、うん、まあ、でも走行中ねこんな切ることって多分そうそうないんですよね。走行中の切る範囲って本当にこれぐらいだと思います、はい、まあ、ただしちょっとね万が一あると危ないのでそこだけ要注意ですね。お願いします。はい、で次にですね、このフックですね、これ純正じゃないです、社外品の H&H っていうブロンプトンのカスタムパーツメーカーのものを使ってます。で純正のやつも E バージョン化用のフックがあるんですが、あれ畳むときに絶対焦げちゃうので、はい、あれ買わない方がいいです。はい、まあ、ちょっとねいい値段しますけど、全部アルミのアルミの削り出しパーツで軽量になってますし、
あの色もアルマイトでね、あのいろんな色があるので車体のフレームのイメージに合わせて選べますので、このまあ社外品のカスタムパーツがおすすめですね、はい、でこれはまあベースはロケットレッド赤なので、はい、赤いフック入れていただいています。これめっちゃかっこいいですね。で、はい、ホイールですね。こちらホイール、まあ、一番こう目立つこのハブはですねフィルウッドです。はい、これですね。まあまあこのシルエットもね、このフランジがでかくてこうクラシックなスタイルで、あとまあここのメーカーはまあすごい頑丈ですね。こんだけハブがごついので、まあ、引っ張られることによってこの変形が変形して、まあ回転があの微妙になったりとかそういうのもないですし、ベアリングもねこれシールドベアリングめちゃくちゃこうでかいのが入ってます。これですね、まあ、こんなでかいベアリング入ってるのってそうそうないので、まあ、やっぱ玉でかい方が転がりますね。転がるし頑丈で、あとはこの見た目もね美しいっていうところがポイントですね、はい。まあ、これあの結構もう定番でブロントの方なんかは結構おすすめですね。まあ、弱点というかあのマイナス部分で言うと、まあちょっとごつい分重いって感じですかね、はい。まあ、そんなね、うん、特別こう軽量にこだわらなければ全然気にならない範囲の重さになると思います。はい、であとはリムですね。実はリムも変わってます。これベロシティですね。ベロシティですね。アメリカのメーカーのベロシティのダイアドっていうあのリムの種類ですね。で、まあ、ブロンプトン純正よりもちょいこのリムハイトが高いのかな。で、ちょっとこう立ってるというか角張ったリムになってます。はい、まあ、ちょっとスタイルもね、こうレーシーな感じになりますし、まあ、リムのブランドとしてもやっぱめちゃめちゃ有名なブランドで、この純正のリムよりは全然物がいいですね。純正のリムはまあ、いかにもこう大量生産という感じで、まあ、必要最低限の感じになっちゃうので。でこいつはあの標準、フレンチバルブのリムになりますので、フレンチになりますね。でおそらくこちらのお客様は普段ロードも乗られてますので、いちいち、ね、バルブの先っぽを変えたりとか、うん、しなくていいので、まあ、普段バーディーとか他ロードとか乗ってるお客様でちょっとベーシックバルブめんどくさいなという方なんかはこんな感じでフレンチバルブも入ります。純正リムでもいけますね。はい、でちょっとこれ中身見えないんですけど、このベロシティのこのダイヤドを使うメリットとしてですね、リムテープを使わなくていいです。ちょっと持ってこようかな。はい、はい、ちょっとねリムとプラグ持ってきました。ベロシティの特徴としてはですね、これちょっとエアロヒートっていうちょっと前の名前ですね、モデルチェンジというか、まあ、名前が変わりました。もの同じですね。で、ちょっと色はシルバーですね。これ今回カスタム使ったのは黒ですけども、シルバー設定もあります。これですね。でこいつの特徴としてはですね、まあ、先ほど、ご案内した、まあ、リムの品質ですね、もいいんですけども、さらにリムテープがいらないっていうところですね。でこれ専用の、これもベロシティから出てる専用のベロプラグっていう、リムテープに変わるパーツなんですけども、通常ねこうテープをぐるっと一周巻きます。まあ、この穴を塞ぐテープですね。空気入れてこの穴開けるとチューブ穴開いちゃいますので、それを塞ぐテープを通常巻くんですけども、ベロシティに関してはこのベロプラグをはめればそのリムテープの代わりになります。これですね。はい、でこれによってですね、軽量化できます。でリムテープの重さってね意外とありますね。一回僕昔テープ2本ね、ブロンプトンと同じ長さを巻いたやつをくしゃっとしてはかりに乗せて乗せるのと、あと、まあ、28ホールなので28個かける2の56個を重量測ったんですけど、ベロプラグの方が軽かったです。何グラムかは覚えてないです。ただ昔のねインスタかなんかに上げてますね。ちょっとそれ事前に見とくもよかったんですけど、はい、ちょこんな感じで穴をこう塞いでいけますね。ですのでまあ軽量化をお考えの方とか、まあ、ベロシティのダイヤドを使う方なんかはもうこれがおすすめですね。でベロプラグでググると結構ね ネガティブな情報が一番上に来るんですよね。なぜか分かんないですけど、これエアロヒートの時から僕これ3、4年これで組んでて、もうこれで組むお客様はもう 100% これ言ってるんですけど、なんかパンクを繰り返すっていうお客様は0人です。一見もなんかそういうのはないので安心して使ってください。まあ、ちょっと検索結果を見るとね分かると思いますけど、結構ネガティブな情報が上の方に来ますね。はい、一切問題ないので、まあ、安心して使ってください。はい、
で、あとは後輪ですね。はい。まあ、後輪はまあ6速になりますので、ブロントン純正の6速ハブになります。で、まあ、前後を合わせるっていう意味で、リムを変えてますね。まあ、さっきもご案内した通り、まあ、リムを変えるだけでちょっとお金もったいないなとかあるんですけど、このリムとか、まあ、社外品のリムで合わすことによって、やっぱ性能というかものはもう間違いなく良くなるので、前輪変えたら後輪も合わせてもらうのがベストだと思います。はい、以上ですね。今回はまあこんな感じの E バージョン化してホイールを変えました。はい、じゃあおさらいというか、それいらないかな、いらないですかね。まあまあ、E バージョン化して、ホイールフィルドでベロシティリムを使って前後組み替えたっていう形になりますですね。まあ、ブロンプトンって基本は街乗り自転車なんですけども、まあ、泥気を外して、ね、こういうコジャックレスハンドルだともう標準なんですけど、こういうスリックタイヤはめるとかなりこうレーシーな雰囲気になるので、まあ、ちょっと雰囲気変えたいなとか、あとはもちろん結構距離楽しく、ブロンプトン乗ってて楽しいから距離乗るようになったよっていう方なんかも、こういうカスタムはね結構おすすめです。すごいシルエットが変わるのでね、新たな気持ちで楽しめると思います。ですかね。はいはい、じゃあ今日は以上ですね。まあ、ブロンプトンブラックエディションのカスタム車のご紹介でした。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあロケットレッドで、はい、かっこいいですか。かっこいいですね、やっぱりロケットレッドは。